左左は2013年に発足した日本の振付師ユニット。CM、コンサート、ライブ、映画、舞台、ミュージックビデオなど様々な分野の振付をメンバーで分担して手掛けている。2013年に野口がチーフコレオグラファーを務めていたワールドオーダーを脱退後にワールドオーダーの演出チームの一員として参加していた梨本武雄。 トラックメーカーの今言う、コンテンポラリーダンサーのテラ、ソマーエアヤを誘い振付師ユニット、左左を発足。活動開始後すぐに、野口が所属していたダンスグループ、無名の動画を見た、ウィル・アイ・アムから直接オファーを受けて、ファティマ・ロビンソンと共作で振付を行った、ミュージックビデオ、サット・パワーは、同年の MTV ビデオ・ミュージック・アワード・フォー・ベスト、コレオグラフィーを受賞した。 このメガボルトで一時帰国中にダンサーとして出演していたツトが帰国後正式に加入。2014年に一時帰国中に同団体の振付作品に出演中だったミカコが加わり5人体制になる。団体規模の拡大に伴い、その後パートナー振付師やアシスタント、マネジメントが加入し、ユニットは最大10人ほどのメンバーで稼働するようになる。 2013年の発足後、振付の案件のみに集中するためにトラックメーカーの今井優が脱退。2016年2月に、梨本武雄が独立のため脱退。2018年5月に、野口亮が休養のため脱退。正式名称は、漢字と英字の間に、半角スペースの空いた、左左。英語表記の場合は、すべて大文字で、 左と表記されている場合が多い。いずれも読み方は左で統一されている。すべて公式ホームページを参照。ありがとうございます。